だろう。暑いね。一番出口。川だね。ちょっとあの真っ黒い感じじゃなくてね。おお。これ釣れそうだな。釣っていいかどうかわかんないけど。あ、なんかいる。ちょっと歩いてみましょう。釣っていいのかなこれ。ね、家の軒先だからね。ああ。こういう感じになってんだ。おお、今裸のおじさんいたわ。いいねこれ。これなんだろう。これなんなんだろうな。レストランなのかな。小さい魚がいるね。すごいすごい、なんか泳いでる泳いでるだね。おお。なんかこの辺は絶対釣れるよね。えっ、なんかでかいのいたよ。おお、オオトカゲいたよ、オオトカゲ。ちょっと待って、ワニじゃないよね。いや、ちょっと待って、これワニだわ。あ、いや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 、これワニじゃない。すごいとこ来ちゃったな。なんか釣り場を探してきたんだけど、ああいう動物がいるとちょっとビビるね。まあせっかくなんでちょっと竿を投げてみようかな。はい、これね、日本から持ってきた竿で、いわゆるどんなもんだかわかんないけど、こういう感じのルアーちょっと投げてみよう。キャッチ&リリースなんで、はい、来て釣ってみましょう。取れちゃったね。下に多分ね、ゴミとかがあるんだろうね、これ。引っかかりますね。ちょっと作戦は考えないといけないです。ここきっと、なんか、頑張ったら釣れる気がしますね。あそこまたでかいのが泳いでます。あ、魚逃げてんな。あ、絶対いるね。でかい魚いますね、あれ。でかいトカゲが、多分獲物を探してる感じ。ね。すごい場所だなこれ。っていうことで、本日は初めてねバンコクで、竿を振ってみましたけど、ちょっとねでっかいトカゲが今いましてびっくりしたっていう感じの動画になるかなと思います。はい、じゃあ本日もご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。